こんにちは、今日は数字を覚えろ基礎となるマリガン論というテーマで、していこうと思います。よろしくお願いいたします。どういったことかっていうと、まあ、この、マリガンするときの基準となる、まあものというマリガンするときにどうしようかっていうことを結構感覚的にやってるっていうところは多いと思うんですけども、それに付随して、数字というものを付け足すことで、判断の基準になるんじゃないかというふうに考えまして、まあ、覚えておいてほしい数字っていうものを挙げましたので、それを、覚えてぜひ、書いていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はじめになんですけども、こちらの、前提条件としてですね、60枚デッキの場合は、土地が24枚を仮定で、ドラフトデッキの場合は土地16枚を仮定して、まあ、要するにデッキの 40% が土地ということを、最初に前提条件として挙げています。で、2色デッキの場合は、半々ということを仮定して挙げています。これで例えば60枚デッキでランドが2色土地とか入ってる場合とかが、まあ、あると思うんですけども、まあ、そういった場合だとしても、まあ、ちょうど半々じゃなくても例えば2色ランドの時と合わせて12枚だったらどうなのかなとか、そういった場合も考えて、だいたいこれぐらいかなというところで見てもらえたらいいなと思います。はい。で、初手の期待値は 2.8 枚になりますね。つまり 0.4 40% の土地なので、はい。初手土地2枚ということ、まあ、3枚の場合はそこまで迷わないかなと。初手土地2枚の場合はよく迷うと思います。それなので、そこを見ていきたいと思います。先手番初手土地2枚の場合ですね、3ターン目までに3枚目の土地を引く確率というのは 66.25%、 60枚デッキの場合ですね、はい、40枚デッキの場合は 67.61% です、はい、3回に1回は土地が2枚で止まります、はい、楽天的じゃない限りはマリガンを検討してください。強く動けるかどうかっていうところもよく見てっていうところですね。まあ、3枚目を引いたらこういう動きできるとかも考えるんですけども、まあ、2枚でどんな動きができるかっていうところをちゃんと考えた方がいいですね。2マナ駅までで、複数手段、まあ、2枚ほど動けるような手段が初手にない場合はちょっとマリガンした方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい。次に先手でワンドローできるカードがある場合ですね、はい、その場合は3ターン目までに3枚目の土地を引く確率っていうのは 84.8% に上がります。40枚デッキの場合は 82.23% に上がります、はい、これだけの確率、まあ、80% 以上の確率があれば初手土地が2枚でもキープっていうのは十分に視野に入るのかなと思います。ここでワンドローできるっていうのは要するに、1ターン目2ターン目で動けてワンドローできるカードってことですね。おまけなんですけども、未開地をよく1ターン目に出して起動させる人っているんで思うんですけども、僕は結構これについては、短絡的にやらずにちょっと考えた方がいいかなと思ってまして、この未開地を1ターン目に起動した場合っていうのは、ちょっと確率が下がるんですね。土地を引く確率が。なので、次に土地を引いたらどう動けるかとか、引かなかったらどう動けるかっていうことを考えた上で、起動してほしい、もしくは別の手段をちょっと考えてほしいというところを、ちょっと進めておきます。はい。で、初手土地2枚の場合の5手を見ます。これは、初手土地2枚で先手番ワンドローがあった場合と同じ確率になります。はい。3ターン目までに3枚目の土地を引く確率は 80.8%、 60枚デッキの場合 82.23%、 40枚デッキの場合になります。これはキープっていうのは十分視野に入る確率です。で、初手にはやはり2マナ駅までに動く手段はいります。5手なので相手を邪魔する手段を2マナ駅までに持っておきたいというところですね。はい。で、次なんですけども、次は2色目の土地を引きたい場合というところですね。まあ、2色デッキあるいはまあ3色以上でもいいんですけども、1色しか土地がないとか、その、手札にあるカードの色が土地がないというところで、その、手札にある色の土地を引きたいという場合ですね、はい。3ターン目までに2色目の土地を引く効率というのは 40.49%、 60枚できる、40枚できる前 43.18%、はい。確率的にはちょっと悪いですね。
なのでもし回ったら強いっていう場合はキープを検討してください、はい、回ったら強いっていう場合のみですね、これは、はい、基本的にマリガンを考えてください。で、後手の場合は3ターン目までに2色目の土地を引く確率は 54.49%、 60枚デッキの場合、40枚デッキの場合 57.84% になります。はい、こちらもやはりちょっと確率的には厳しいかなというところ、やはり回れば強いよっていう場合のみにキープ検討というところになります。はい、次なんですけども、ダブルシンボルの2色目を引きたい場合、すでに1色引いてて、だけどダブルシンボルカードが手札にあり、もう1枚土地を引きたいよっていう場合ですね、はい、3ターン目までに2色目の土地を引く確率は、37.51%、はい、60枚デッキの場合、38.44%、40枚デッキの場合、はい、後手番の場合は3ターン目までに2色目の土地を引く確率 50.99%、 60枚デッキの場合 52.34%、 40枚デッキの場合ですね、はい、ちょっとやはり確率的には低いかなというところ、やっぱダブルシンボルのカードを早めに出したいっていう場合ですね、例えば、ダブルシンボルであとの、総コストは3のカードを例えば出したいみたいな時に、土地を半々でデッキ構成するっていうのはちょっと難しいので、ダブルシンボルで、低いコストのカードをさ早く出したいっていうデッキの場合は、やはりそのマナを撫でる土地を多めにデッキに入れておく必要があるっていうところですね。はい、はい、まとめになるんですけども、はい、3ターン目までに土地を引く確率っていうのは、まあ、2枚しか土地がなくてということですね。これで先手が 66%、 後手が 80%、 これ覚えてください。先手が 66%、 後手が 80%、 3ターン目までに土地を引く確率ですね、少なくとも1枚土地を引く確率、はい、2色目の土地を引く確率、これは先手3ターン目までで 40%、 はい、で先手の4ターン目、後手の3ターン目、これは 55% になります、はい、この 66%、 80% 特に覚えてください。そして 40%、 55%、 この辺もできたら覚えておいてください、こういった数字をもとにしてマリガンどうするかということを検討してもらえると、ちょっとまた面白みが増すんじゃないかなと思っております。はい、今日はありがとうございました、失礼いたします。